はい、皆さんこんにちは、こんばんは、そしておはようございますの方はおはようございます。中村平です。本日はコンビ企画、スノーマンより岩本光さん、そして深澤達也さん、岩深コンビ行かせていただきます。今回ですね、リクエストが最も多かったコンビになります。他にもですね、興味のあるコンビ、まあ僕自身もあったんですけども、ダントツでそのね、リクエストの方が多かったので今回調べさせていただきました。まあやっぱりね、これ夫婦って言われていたり、まあシメっていうね、まあそういった存在でもあるので、こう非常にその、ね、注目度の高さ驚きました。まあオリジナルって言い方も変なんですけども、まあ僕がね、これまで作ってきましたスノーマンの動画、まあその中でも僕自身ずっとこうね、父と母、まあそういった存在であるっていうね、こういった話題で、触れてきた、お二人ですので、今回ね、こう改めて掘り下げる機会をいただけてとても嬉しかったです。よかったらですね、ぜひ動画の方最後まで見ていってください。このチャンネル面白いと思った方はぜひグッドボタン、そしてチャンネル登録、そしてスーパーサンクス、そしてコメントの方までぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは今回も参りましょう。よろしくお願いいたします。はい、それでは岩深コンビ、お話のをさせていただきます。まず最初にお二人のファイブアニマルはこちら。はい、で、今回もですね、ファンの方々のウェブサイトを大いに参考にさせていただきました。このね、コンビ比較の際にはですね、そのサイトで情報を収集して分析をし、で、お二人のことを理解した上で最後に動画を見て楽しむ。まあ、これが正解なのかなっていうふうに僕の中でできてきました。いかがでしょうか。で、お話もさせていただくんですけども、まずはですね、その岩本さんと深澤さんがお互いのことを語り合うコメントから、まあそのね、仲の良さを感じつつ、改めて、個々の分析の方をさせていただきたいと思います。で、最初にですね、岩本さんが、遠征やものづくりをしているときに、フッカは頼りになるなと思う。まあ、こういったね、フレーズの方を見つけたんですけども、ここに、深澤さんのこのファイブアニマルのね、特徴の方が出てるなっていうふうに思いました。って言いますのは、まずはやっぱりね、このね、ものづくりをしているときにっていう、ここになるんですね。まあ、って言いますのも、これもね、これまでの動画の中でもたくさん喋ってきたんですけども、ゾウさんといえばっていう感じなんでしょうか。職人気質。やっぱりね、これなんですよ。なので、そのね、ものづくりってものに関しては、ほんとゾウさんっていうのは、その、まあ、のめり込み方、深掘りの仕方、そして、やり遂げるね、その姿勢もそうですし、なんたって、その完成度の高さっていうんですかね。本当にね、妥協をしないんですよ、ゾウさんってものづくりに関して。っていうのがありますので、やっぱりね、そういったところの信頼性っていうのはね、ものすごくね、高いんじゃないかなっていうふうに思います。で、もう一つ、頼りになるなっていうね、ここなんですけども、深澤さん、意思決定に虎がいらっしゃるんですけども、やっぱりね、このね、虎っていう存在というのは、非常に、やっぱり相手に対してこのね、頼りになる安心感っていうものをね、与えるんじゃないかなっていうふうに思います。で、これも、これまで喋ってまいりました。この個性心理学、動物占いっていうのは、人間の一生、こちらでも、表現できるっていう風に話してきたんですけども、その中で、トラさんの方は、社長という風になります。社長さんです。まあ、なので、まあ、堂々としてる。まあ、トラさん自体が、その個性心理学上の名前で言いますと、友禅型っていうね、まあ、非常に聞き慣れない言葉ではございますけども、まあ、要するに、やっぱり、堂々としてるっていう意味になるんですね。まあ、なので、その、頼りになるっていうのが、印象としてね、ついてくるんじゃないかなというふうに思いました。で、そんなね、深澤さんなんですけども、まあ、普段は、そのね、MC を回してるし、僕の中でも、よく喋る方だなっていうね、そういうね、印象っていうのがあるんですけども、この、深澤さんのこのファイブアニマルっていうものを、まあ、僕として見てる限り、このね、動物だけで語るとしたら、どちらかというと、精神的にはですね、精神的には、とても静かな心根っていうんですかね。精神性としては静寂の人っていう感じを受けるんですよ。って言いますのも、まあ、この表面の像、そして本質の像っていう、ここになるんですね。意思決定の虎さんっていうのはやっぱりサービス精神旺盛なので、まあ、そのトークを回す。まあ、全体をよく見えるっていうのもありますんで、まあ、そのトークを回すってことに対しては、まあ、非常に上手な方になってくるんですけども、この象さんっていう存在は、非常に物静かな風なんですね。まあ、なので、その意思決定っていう動物の力もあって、その全体を回すっていうのはあると思うんですけども、僕が、ほんとこのね、ファイブアニマルってものを見る限りでは、本当ね、こうね、どっしりとした人っていう、もう本当にまさに、こうね、
支えの存在っていうんですかね。しかも支えといっても、全体をこうカバーしていくっていうよりかは、本当にどっしりしてる、こうね、支柱のような存在っていうんですかね。そういった印象を、こう、僕は、このファイブアニマルを見る限りは、思いました。で、そんなね、深澤さんが、まあ、テレビのね、番組の方で、岩本さんについてお話したものがあったんですけども、それが、本当は、構ってほしいのになかなか自分からは言えない。でも、間違いを突っ込みすぎると素でますっていうね、ことをおっしゃってたんですけども、ここに、そのね、岩本さんの特徴が出てるんじゃないかなっていうふうに思いました。もうこれは、まさに、まあ前回ですね、岩作、こちらのね、コンビの方を、お話しさせていただきましたが、まあその中で言った、やっぱりね、こうね、ぐいぐい来る人によって自分を出せるっていう、まあそういったね、性質が岩本さんにはあるっていう、お話の方させていただいたんですけども、やっぱり、自分からはいけないんですよ。なかなか、その岩本さんのファイブアニマルの性質からして。まあ、ですが、構ってほしいっていう、ここは、やっぱりね、本質の羊なんですね。羊さんってのは、やっぱり常に、群れていたいっていうタイプの動物になってくるんで、そういった部分があるんじゃないかなっていうふうに、思います。まあ、しかし、自分からはなかなかいけない。まあ、それはゾウさんですね。で、でも、間違いを突っ込みすぎると拗ねますっていうね、ここなんですけども、ここも僕の中では、ゾウさんなのかなっていうふうに思いました。ゾウさんって、まあ、っていうか、大物思考自体っていうふうになってくるんですけども、非常に印象として純粋なんですよ、純粋。まあ、なので、あまりね、その突っ込みすぎると単純に傷ついちゃうんですよ。で、そこは、例えば、白思考とかだと、まあ、そういったね、トークの中での頭の回転っていうのを切れっていうのが非常にいいんで、まあ、うまいことかわしたり、逆に面白くしたりとかね、そういったリアクションがあったりしたり、まあ、人思考でしたら、まあ、柔らかくね、全部聞き入れるっていうのがあったりするんですけど、大物思考の人だけは、あまり言うと、まあ、さっき言った傷つく、で、そして拗ねるっていうね、まあ、こういった風になってくるんじゃないかなっていう風に思うんですね。で、もう一つ、大物思考の方々は、天の邪気質っていうね、まあ、そういった気質の方もありますので、まあ、あまり真正面から何かを指摘すると、そんなことないっていうね、こうね、反論精神っていうんですかね、反発精神が出てきちゃうんで、まあ、ね、ちょっと、難しいとこなんじゃないかなっていう風に、思いますが、まあ、こういったね、拗ねるってことがね、実際起きて、まあ、非常にここはね、可愛らしいとこだなっていう風に、僕は思いました。まあちょっとね加えるなら、表面にねライオンさんもいらっしゃるんで、まあプライドが高い大物志向の中でも、まあもしかしたら一番、まあペガサスとねどっちが張るかっていうのはあるんですけども、まあそれぐらいねプライドが非常に高い動物になってきますんで、まあそういったところもまあ多少ね影響されたりするのかなっていうふうに、僕は思いました。で、それに対して岩本さんが、まあ、かまってちゃんっていう感じは、まあ、自分ではわからないんですけど、かまってほしいけども、かまわれすぎると、ちょっと嫌がるっていうね、これをね、ご本人が、言ってらっしゃったんですけども、ここは、まあ、まずね、そのかまってほしいっていう、ここは先ほども言いました。やっぱり羊になってくるんですけど、その、かまわれすぎると、ちょっと嫌がるっていう、ここですね。ここが、先ほども出てきました。大物思考なんですよ。って言いますのも、岩本さんは、まあこれもね、前回の動画の方で喋ってるんですけども、その表面、そして意思決定、ここの動物の影響っていうものをかなり、受けるんですね、人は。で、その中で岩本さんはここは両方とも大物思考なんですよ。で、ここが両方とも大物思考であったりとか、またはね、別の動物、例えばライオンとライオンとか、ゾウとかゾウとか、そういった、動物が一緒っていう場合ですと、その影響をかなりです。かなり強く受けるんですね。なので、岩本さんは本質こそ羊ですけども、その表面と意思決定が大物思考なんで、大物思考気質がものすごく強いんですね。なので、羊なんですけども、本来、羊であれば、その構ってもらうってのはもう結構いくらでも OK なんですよ。もうどれだけ構っても喜ぶんですけども、その嫌がるっていうところは、その大物思考で、大物思考はその精神性に非常にムラがあるんですね。ムラがあります。なので、非常に構ってほしいっていう時もあれば、逆に全く構わないでほしいっていうね、このね、バイオリズムがね、すごいあるんですよ。まあなので、まあ羊で構ってほしいんですけども、その大物思考の影響をかなり強く受けてますので、構われすぎると、ちょっと嫌になってくる。まあこういった流れができてきたんじゃないかなっていうふうに思いました。まあ非常にね、その特徴が出てるね、面白い会話だったので、今回取り上げてみました。で、次に、そのね、情報を見てて面白いなっていうふうに思ったのが、
まあ、彼女彼氏にするならっていう、まあ、割とジャニーズあるあるな、まあ、質問なのかなっていうふうに思ったんですけども、まあ、その時に、まあ、お互いがね、彼女彼氏にするなら、このお互いよっていうことを、まあ、おっしゃってたんですけども、その理由ですね、理由です。で、それが、まず、その深澤さんが岩本さんに、筋肉があって強そうだから守ってくれそうっていうね。まあこういった理由だったんですけども、このフレーズの中で僕が注目したのが守ってくれそうっていう、まあここだったんですけども、で、それが希望の小鹿。こちらの影響なのかなっていうふうにちょっと思ったんですよ。って言いますのも、まあまずね、この希望っていうのは自分がその憧れてる動物、まあそういうスタイルですよねっていうものになるんですけども、小鹿さんはまあ甘えん坊キャラになってくるんですよ。で、まあ基本的には年上に甘えて年下には面倒見がいいっていう部分もあるんですけども、まあこのね、グループの中で、あ、深澤さんの方が年は上なんですけども、まあ、同一っていうんですかね。まあ、上位関係とはまだちょっと外れた、まあ、家族っていうぐらいの立ち位置の距離感だと思ってくるので、また、違うと思うんですけども、その、守ってくれそうっていう小鹿さんが本来持ってる、そのね、甘えたい精神っていうね、守ってもらいたい精神っていうんですかね。それが、このね、フレーズ、まあ、要するに憧れているんで、守ってもらう願望っていうんですか、これが、まあ、出てきたのかなっていうふうに、僕は思いました。ちょっと深読みすぎですかね。まあ、でも実際、まあ、岩本ひかるさん、まあ、本当にね、岩本さん自身もすごいね、頼りがいのあるっていうキャラクターになってくるんですけども、まあ、それはね、ちょっとね、こう余談っぽくなっちゃうんですけども、まあ、以前にですね、その深澤さんが、5時間みんなでこうプールを楽しむっていうのがあったらしいんですけども、その後に倒れたらしいんですよ、駅で。で、その時に、まあ、岩本さんがですね、まあ、ものすごく、迅速な対応で、まあ、いろんな人に指示を出すとね、あなたはこれをしてください、あなたはこれをしてください、あなたはこれをしてくださいっていう風な、まあ、そういったね、対応をしたってことだったんですけども、ここに、そのね、羊さんの冷静さっていうものが非常に出てるなっていうふうに思ったんですね。羊さんっていうのは常に目線が第三者目線、俯瞰して物事を見てるんですね。なので、羊さんっていうのは非常ににこやかで、非常に平和な方でマイルドなんですけども、ものすごく冷静な人なんですね。っていうのが、まあこういったね、一見に出てるなっていうふうに、思いました。で、まあ話が続くんですけども、今度は、岩本さんの方なんですけども、岩本さんは、まあ深澤さんに対して、ちょっとのことじゃ怒らないからっていうふうに、言ってたんですけども、これは、象ですね。深澤さんの象です。象さんは怒らないんですよ。しかし、皆さん、油断しないでください。その怒りをどっかに流してるわけじゃないんですよ。その怒り、溜めてます。ゾウさんは。なので、ある臨界点を突破すると、ものすごく信じられないレベルでびっくりするぐらいに起こります。なのでですね、そのね、X デーを迎えないために、皆さん、日頃からゾウさんのケアの方は怠らないようにしてください。実はその怒り溜まってます。気をつけてください。で、まあ続けるんですけども、まあしかしですね、やっぱりね、怒らないんですよ。基本的にはやっぱりベースおおらかなんで、この岩本さんが言った、まあ怒らないからっていうのは非常にね、正解だなっていうふうに思うんですけども、まあここにプラスして、まあトラさんの先ほども言いました、そのね、堂々としてるっていうのもありますんで、おおらかさっていうんですかね、精神的には。まあなので、そのトラさんのおおらかさ。まあ、あとは、希望の、小鹿さんのこの平和主義。やっぱり人志向なんで、そう何かを揉めるとか、こう何か衝突するっていうね、まあ、こういったことは、まあ、できたらしたくはないっていうふうに、特に思ってはいるんですよ。まあ、なので、こういった部分で、総じて、ちょっとのことでは起こらないっていうふうに、言われたんじゃないかと、思いました。しかしですね、その、深澤さんの優しさっていうのは、ですね、ただこうね、なごなごしてるとはちょっと違うんですよ。っていうのは、まあ次のね、こうエピソードになるんですけども、深澤さんが、まあ岩本さんに対して、まあそのね、神明っていうね、そういった話題の中でおっしゃっていたのが、先陣切って前に立って堂々としていてほしい。で、それでもし違う方向だったとしても大丈夫。俺が戻すっていうね、こういったことを、おっしゃられたんですけども、この、大丈夫、俺が戻すっていう、ここのフレーズなんですね。って言いますのも、先ほども言いました、ただ優しいっていうだけではなくて、その、深澤さんの優しさっていうのは、そこに、力強さっていうものが入っているんですね。ただ、見守るだけじゃないんですよ。
芯の強さってものがしっかりとあるんですね。で、それは、やっぱり先ほども一緒なんですけども、象、虎、小鹿、この並び、ここなんじゃないかなっていうふうに思いました。象さんは職人気質って言いましたけども、自分の軸、自分の芯っていうものは非常に大事にしてるんですよ。逆に、そこに対してブレないんですよ。まあ、悪く言えば頑固ですけども、よく言えば自分のその信念っていうものをしっかり持たれてる方なんですね。で、虎さんっていうのも、自分の意見っていうものをしっかり持っていて、それを人に伝えることができる。こういったことをちゃんとですることができる動物になります。そして、希望の小鹿なんですけど、確かに人志向で、まあ平和主義っていうのは特にあるんですけども、その中でも小鹿さんは、先ほどの虎とちょっと似てますけども、自分の意見っていうものを相手に対してしっかりと伝えることはできるんですね。まあしかし、小鹿さんの場合はやっぱり人志向、そしてちょっとね、人見知りっていう傾向もありますんで、自分がこの人には言えるっていう人になってくるんですけども、逆にこの人には言えるっていう人になったとしたら、ものすごく力強くはっきりと言うんですよ。はっきりと言います。っていうのがありますので、この3つ、象、虎、小鹿、この3つを通しまして、その深澤さんの優しさっていうものは、本当ただ見守るだけではなくて、圧倒的な芯の強さがあるっていう、やっぱり先ほども言いました、その支えっていう感じのこうどっしりとした愛情っていうんですかね、優しさっていうんですかね、まあそういった感じの存在、そういう風になってくるんじゃないかなっていう風に、僕は思いました。で、それに関して、山本さんの方は、とにかく、一番近くで一緒に過ごしてきた、俺が突き進んでいくのをすごくサポートしてくれる人、どんなことがあっても一番の味方でいてくれる人で、こちらもですね、深澤さんの分析になってしまうんですけども、このまずですね、すごいサポートしてくれる人っていうところですね、ここはゾウさんだなっていうふうに僕は思いました。多分類4つに分けるですね、この分け方、動画の方を見ていただけたらと思うんですけども、その中でこのゾウさんっていうのはフォロー型、まあ名前の通りですね、まあサポート側の、まあタイプの、まあそういった気質の方になるんですね。っていうのが、まあ表面と本質っていう風になってきますので、やっぱり、ベースとしてはこうサポートする側の人になってくると思うんですね。まあそれがね、まんま言葉に出てるなっていう風に思ったんですけども、で、この続きですね、どんなことがあってもっていうここなんですけども、ここは僕はそのね、ゾウさんってものに加えて、意思決定の虎、そしてやっぱりこの希望の小鹿、ここの影響なんじゃないかなっていうふうに思うんですね。と言いますのも、虎っていうのは非常にこうね、情に熱いっていうんですかね。まあなので、まあ簡単にはその相手のことをこうね、受け入れるっていう、そういったタイプではちょっと違うんですよ。まあしかし、その、この人の面倒はもう俺が見ようとか、何かそういった自分の中でこう許す部分が出た時の、そのね、愛情、そのね、情の深さっていうものは、すごいものがあるんですね、その虎さんっていうのは。で、そこにその希望の小鹿さんですね。小鹿さんっていうのは、先ほども言いました、人見知りであって、で、そして、誰しもと、繋がっていくタイプではないんですよ、小鹿さんっていうのは。羊さんはどちらかというと、まあ、誰とでも繋がっていくタイプなんですけども、小鹿さんはちょっと人を選ぶんですね。しかし、その選ばれた人に対しては、絶対なる信頼、もうどれぐらい信頼かというと、たとえその人が道を踏み外して、あ、間違ってるなっていうふうに思ったとしても、ついていくぐらいの、もうそれぐらいのね、本当に、決めたらついていくんですよ。まあなんですけども、まあこの場合はですね、まあ、間違ったら自分が直すってことを、まあ本人はおっしゃられたんですけども、しかし、そのどんなことがあってもって、こうね、岩本さんが言われてるくらいに、たとえ、岩本さんが、まあどういう風になっていってしまっても、ちゃんと面倒を見切ると、サポートをし続けると、味方であり続けるぞっていう、そういったことを相手に思わせる。それぐらいに人に対して情に熱い人。まあだから、この深澤さんっていうのは、まあ全体をね、回す。そして全員からね、こうね、非常に大きな信頼を得ているっていう風になってったんじゃないかなと、僕はこのファイブアニマルの方を見ても、そのように思いました。で、最後になんですけども、重要ですよね。はい。お互いのその相性ですよね。これ重要ですよね。なんたってコンビ企画ですから。なんですけども。で、これはですね、僕はこのお二人のファイブアニマルを見て、まず思ったんですけども、非常にバランスが似てるんですよ。で、それは何かと言いますと、まず表面。表面が、岩本さんはライオン、深澤さんはゾウってことで、これ大物志向ですよね。で、次に本質は岩本さんは羊、深澤さんはゾウってなってくるんですけども、ここで僕が注目したのは、羊と深澤さんの意思決定の
虎なんですよ。虎です。でこれもこれまでの動画の中で喋ってきたんですけども、羊と虎ってなぜかです。しかし僕の中では確実に相性がいいんですよ。相性がいい。でそれが、まあ、僕の中の本当表現になってくるんですけども、どんな感じかというと、虎さんっていうのは、先ほどからずっと言ってます、その懐の広さ、そして堂々としてるっていうので、まあ、非常にそのね器が大きい人っていう風になってくるんですけども、羊さんはもう器とかないんですよ。もう何でも受け入れる、受け止めるっていうぐらいに、もう本当にそれのベースにあるのは平和なんですけども、それぐらいに相手を許容するっていうその度合いが違うんですよ。なので虎さんは落ち着くって言うんですかね、その羊さんに対してっていうのがあるのかなっていうふうに思うんですけども、まあ僕の中でとりあえず相性がいいんですよ。まあなのでこの羊と虎っていうもので、そのまず相性がいい。でそれでいて本質が深澤さんは象、そして山本さんは意思決定に象っていうここがあるんで、お互いが象っていうものを持ってることにより距離感が似てるんですよ。絶妙な距離感っていうのをお互いの中で、持つことができてるんじゃないかなっていうふうに思うんですね。で最後に、希望。希望が目指すところなんですけども、ここが深澤さんは小鹿で人志向、山本さんも狸で人志向っていうことになりまして、僕の中でこの二人はこのファイブアニマのバランスが非常に似てるなっていうふうに思い、それしてそれによってお互いを理解し合える点が多いんじゃないかなっていうふうに思ったんですね。で先ほども言いました、その絶妙な距離感で、これによって落ち着く。でそして最後に羊と虎の関係、これによって、本当に一緒にいて和やかでいられる。ですけども、そこに加えまして優しいんですけども、お互いにちゃんと言うべきことを言い合えるんですよ。でそしてかつそれをきっちりと言い合えるんですね。なんとなくの部分を残さないっていうんですかね。なのでそれを本当にくっきりはっきり、お互いがしっかり納得するまでそれを言い合える。でそれによって本当に何て言うんですかね、もう隅の隅までちゃんとハマるっていうんですかね、そういったまさにですね夫婦っていうんですか、はい、そういった、関係になってきたんじゃないかなっていうふうに、僕は思いました。やっぱりここも第一印象でパッといきなり意気投合っていうよりかは、どっちかっていうと築き上げられてきたっていう、まあそういった関係性になってくるんじゃないかなと僕は思いました。夫婦とそう呼ばれるほどの信頼関係を感じさせますこのお二人、本当に優しさを持った柱となる存在だと僕は思います。岩深コンビ、こんな感じでいかがでしょうか。はい、岩深コンビ喋ってまいりました。いかがだったでしょうか。やっぱりですね、まあ、一応ね、そのやっぱりウェブの情報とか見てますと、岩本さんが父、そして深澤さんが母、こういう風に書かれているものが多いんですけども、僕の中ではやっぱりこのね、ファイブアニマルってものを見てますと、逆で岩本さんが母で深澤さんが父だなっていう風に、どうしてもね、こうね、僕としては思ってしまうんですけども、意外とこのね、ファンの方々からは、まあコメントの方で、私もそう思いますってことを言っていただけて、もう本当にね、感動しております。本当にね、皆様ありがとうございます。で、まあそんなね、お二人から、まあ余談となるんですけども、ラウールさんが生まれたっていうね、まあそういった動画の方も見たんですけども、まあね、このお二人の間に、まあああいったね、なごなごとしたね、ラウールさんがね、加わったら、まあ本当に、超平和な、まあ、超アットホームでいい家庭になるんじゃないかなっていう風に僕は、このラウールさんのねファイブアニマルの方を見て、そんな風に、思いました。まあよかったらですね、ラウールさんの分析の方も、過去の動画の中でしておりますので、見てみてください。よろしくお願いいたします。こんな感じで、リクエストの方少しずつにはなりますが、ちゃんと、形にしていきたいとは思っておりますので、気軽に、コメントまたは DM の方で送っていただけたらと思います。で、そして、こういったね、企画動画以外にも何かね、ご質問の方ありましたら、そちらの方もできる限りの範囲の中で答えていきたいと思いますので、そちらの方も、送っていただけたらと思います。よろしくお願いいたします。今回も動画の方を最後まで見ていただき、本当にありがとうございました。よかったらですね、この後もう一本、スノーマンの動画など何かね、見ていっていただけたら非常に嬉しいです。よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ではまた。